皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けします。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2021年1月9日ということで、土曜日ですので、まあ、恒例のまとめ記事ということでお話ししていきたいと思います。えー、まあ今週はですね、まあ、3連休ということもありますので、まあ、911というふうに休みになっているんですけど、 まあ、えー、皆さんもお分かりのようにですね、1月の7日に緊急事態宣言っていうのが、えー、今年も出ましてですね、またえら、ー、いことになりそうですっていう話が今日のテーマです、えー。こちらをご覧ください。どうぞ。はい、今日はですね、えー、今月以降に行います公演の予定っていうのをですね、皆さんにお話ししていきたいと思うんですけど、えー、これは私のですね、ブログですね、横田修理ッ .com っていうブログの中の 上のですね、えー、ナビのですね、セミナー予定っていうところから見てもらうとありますので、ぜひこちらの方でチェックしていただきたいなっていうふうに思うんですけど、では早速ですが、1月のから行きたいと思うんですけど、はい、まずね、こバンと出しちゃいますが、はい、バン。はい、えー、1月、えー、このページで収まるぐらいですね、えー、なってしまいましたけど、えー、ご覧のようにですね、2つ、早くも 線が引かれましたということで、緊急事態宣言を受けてですね、講演が中止になり始めましたね。ということで、二つ中止になったんですけど、ちょっと話をしていきたいと思いますが、まず一つ目ですね、1月7日、これも終わっています。埼玉県の秩父雇用活性化協議会の方で、AI、IoT をビジネスに活用する方法ということで、講演をさせていただきました。このテーマっていうのは、その、 えー、AI, IoT というもので、まあ去年からやっているテーマなんですけど、まあ、この日はですね、ちょうど緊急事態宣言が始まる日、発表される日で、しかも埼玉県はその対象なので、まあギリの開催だったと言えるでしょう。 で、あの、最初は聞かされてなかったんですけど、えー、どうもですね、やっぱりこのオンラインで開催っていうような話があったみたいで、実際にはですね、あの当日そのオンライン開催との、えー、同時開催ですね、えー、ってものが行われていましたということで、ズ、えーム開催もあったので、まあ一応正確には、あの、プラスズームって形になるんじゃないかなと思いますけど、後でちょっと直しておきます。 本当はですね、来週1月13日に宮崎県の、えー、サイト商工会議所の方で行う予定でしたけど、こちらの予定が中止になりましたということで、えー、ただこれはですね、振り返で、えー、来月のですね、2月の9日にですね、えー、ズームでの開催ということになりました。えー、残念ですね、宮崎県にあの行けるかなと思ってたんだけど、えー、ズーム開催になってしまいました、ね。なんといってもサイト商工会議所はですね、 え、いつもお伺いすると、え、セミナーの後、懇親会もあったりとかして、え、いつもですね、美味しいものをいただいたりしてたので、ちょっと残念ですね。これは、え、なんと言っても、え、オンラインの欠点です。え <laughs>、現地に行けないっていうことと、そして美味しいものを食べれない。え、そして、いろんな、え、仲間たちとですね、話ができないっていうのは非常に残念なんですけど、え、まあ、できればね、オンライン飲み会みたいな形ができればいいなと思っていますけどね。え、中止になりましたということですね。 はい、えー。続いてですね、1月15日ですね、えー、鳥取県米子商工会議所。これ去年の2月にですね、えー、初めて米子商工会議所、まあというか久しぶりに鳥取県の方に行って、えー、講演させていただいたんですけど、えー、今年は、えー、残念ながら、 えー、ズーム開催っていうことになりました。これは、あの、本当は確か12月に開催予定だったんだけど、え、ちょっとまあ、いろいろあってずれ込んで、1月になったら、えー、まあ、ズームにしといてよかったなって話なんですけどね、結果論的にですね。えー、まあ、あの、移動も大変なんだけど、移動しなくてもできるということで、えー、ズーム開催になりましたということですね。 え、客単価アップということで、このテーマも久しぶりなんで、まあ少しね、内容見直してですね、やっていたらですね、やっぱり、また、この、いわゆる集客編、え、客数アップ編ですね、え、客単価アップ編、そしてリピート編みたいな、え、講演はまたやらなきゃいけないな、っていうふうに改めて思いましたね。やっぱりね、あの、バージョンアップしてますからね、え、ノウハウもバージョンアップしてますし、まあ事例なんかも増えていますからですね、まあこういうテーマでもやっていかなきゃいけないな、と思っています。 はい、えー。続きまして、1月18日ですね、えー。長岡造形大学の方で、えー、情報リテラシーの授業、?1 月18、あ、いいのか。えー、来週、再来週ですね、えー。ありますということで、えー、ズームですね、えー。行いますと。で、あの、あと2回なんですね。この1月18日と1月25日の2回で、 最後の2回はですね、いつも、あの、えー、ここ2年ぐらいかな、この、えー、最近の、こう、えー、IT を振り返るっていうですね、あの動画を見てもらってたんですけど、今年はですね、Zoom 開催なので、 ズーム開催で50分の映像をですね、見続けるのはちょっときついかなということで、ちょっとこれはやらない予定になっていて、代わりにですね、あの、今まで去年とかでは見てないものをですね、今年はお見せしようかなって思っているので、ちょっと楽しみにしておいてほしいなと思いますけど、造形大学の方でいつもの自動がありますと。 そして1月19日なんですが、えー、千葉県長所公開会議所で働き方改革ということで行う予定だったんですけど、これが中止になりました。えー、まさに緊急事態宣言を受けて千葉県も対象になっていますから中止になったんですけど、だからこその働き方改革なんですけどね。だから、あのーうん、ズーム開催にできればよかったなと思っているんですけどね。 えー、o o m 開催もできるような体制でやっていくっていうことが前提で今年は動いてたはずなのに、今年度動いてたはずなのに、こういうふうに緊急事態宣言出た時にうまくですね、このサイト証公開書みたいに切り替えることができないっていうのはちょっと残念ですね。しかもテーマは畑方改革なんで、あの、ズーム使うって話になるわけだから、ちょっと残念ですね。まあ、ただ、えっ、ー、と、延期になったということなので、えー、まあ、再開を、えー、祈っときましょう。 はい。1月20日、茨城県取出市商工会、最新 SNS ということで行います。まあなんかね、この最新 SNS のテーマで、今年もたくさん講演してきたんですけど、これも意外にもう何年これやってるんですかね。僕10年ぐらいこのテーマでやってるんですけど、まあ徐々に内容を変えながら続けているんですが、 まあここにですね、Google マップの話を今まで入れてなかったんだけど、最近 Google マップの話を入れるようになって、同じ時間で話すから、当然時間がね、えー、けなくなってくるわけですよ。で大変だなと思ってたのに、相変わらずこの一回やるとね、このパターンになっていくっていうことで、やっぱり良くないですよね。このテーマはいいようなんだけど、やっぱりあのー、内容が薄いので、ただ薄くてもかなり、 え、ショックの内容をですね、ここでは実はやっているので、まあそういう点ではいいんだけど、まあこれやるんだったら前提として、次のですね、あの、要するに Facebook、Twitter、Google マップ、Instagram、LINE、YouTube って6つ話すんですよ、2時間でね。だから20分しか1つずつ話せないわけなんですよ。 だからこれやって、なんか、なんとなく分かったけどっていう状態になって、中途半端になるので、ちゃんと続きはですね、それぞれのですね、あのー、単独のセミナーを行うようなことをしないとですね、なんか中途半端で終わるっていうのが残念なんだけど、えー、結構多いですね。で、しかもね、このテーマをやるとですね、実はですね、人が集まらないんですよね。やっぱり一つとんがったですね、なんかインスタグラムとかでした方が本当はいいんですけどね。あのー、はい、えー、 SNS 全版を教えてほしいって話はいまだに多いです。もう10年たっていまだに多いですね。はい、えー、続いて、えー、北杜市、えー、商工会ですかね、えー。山梨県、Google マップ。山梨県はですね、Google マップセミナーをおかげさまで結構たくさんさせていただいたのは、えー、そもそも山梨県の軽、えー、指導員向けのセミナーですね、えー、Google マップの話をしたっていうのがきっかけなんですけど、 グ、えーグルマップということでお話ししていきたいと思っています。でこの日がですねちょっとかなり、えー、タイトでして、えー、終わったらすぐですね電車に飛び乗ってですね長野に移動しまして、えー、京北町商工会のセミナーを、これ、ズーム開催なんですけど、えー、行う予定になっていますということで、かなりタイトなんですけど、<laughs> えー、ここが予定になっています。 はい。続きまして、ここで、あの、一応予定になってるんですけど、あの、雪降ったら困るなと思って、えー、この冬、冬ですよね。しかも長野市内を通って移動するので、電車が遅れるとかですね、ことになると結構ね、ギリで大ピンチなんですけど、まあ、最悪は、この、えー、こう、 電車からの通勤になるという可能性もあるんだけど、まあ、ちょっとここはですね、ヒヤヒヤです。1月21日、ちょっとヒヤヒヤなんですけど、この予定になっています。はい、えー、続きまして、1月22日なんですけど、はいえー、3回目になりますね、えー。富山県新世紀産業機構さんの方で、えー、去年の12月から始まりました、まあ、い,いわゆる、えー、それこそさっきの言うとこの、何、えー、て言うかな。 最新 SNS やった後のそれぞれ単独セミナーの LINE に続く二つ目ということで YouTube の内容をしたいと思っています。まあ、YouTube 編だけですね、こう時間を長くしていましてで、どっちかというと少しこう、実践講座っていうのも入っているので、実際に動画を作ってみましょう、編集してみましょうみたいなのが入っているので、ちょっと長いやつなんですけど、YouTube セミナーがありますということですね。 はい、えー。続きまして、1月25日なんですけど、これあの、もう、もうじき多分公開になるかもしれませんが、一応、クローズドって書いてるんですけど、まあ、あの、中小企業向けの DX というテーマで、えー、講演してくださいっていうことで、えー、新しいちょっとテーマにはなるんだけど、まあ、あの、行う予定になってます。これ、ズーム開催で、まあ、90分しかないので、まあ、実際 DX っ,ってもね、ほとんど DX の内容も話せないぐらいじゃないかなと思いますけど、z、えー、ズーム開催が決まっています。 で、えー、当日ですね、同じ時間、あ、同じ日なんですけど、えー、長岡造形大学の方で情報リテラシーの授業の最終回っていうのが行われる予定になっています。そして1月26日ですね、えー、山形県、えー、村山市、あ、そうだ、これ1個もう抜けてるか ?1 個抜けてるかなえっ、ー、と、ここ1個、うん,んえっ、ー、と、1個中止になったはずなんだよね。 月曜日、火曜日、あ、そうですよね。火、火水だから、水曜日の夜、あなな、大丈夫か。はい、えー、あれおかしいな。月曜日、火曜日。火曜日の夜なくなったかな。なんか一個減ったような気がするんだけど。はい、えー、村山市商工会の方で行いますけど、まあ、一応、テーマとしてはコロナ対策っていうふうになっています。 まあ、あの、コロナのこの緊急事態宣言も、えー、出るっていうこと、見越しかどうかわかりませんけど、まあ、コロナ禍になっているので、えー、そのために SNS や IT を使って何ができるかっていう話をですね、したいなっていうふうに思っています。そして、先ほど紹介しました、このクローズオの2つ目のものなんですけど、中小企業向け SNS っていうことで講演させていただきます。 はい。続きまして、1月27日なんですけど、えー、岩手県、えー、金ヶ崎商工会の方で、ここもコロナ対策ってテーマになってますが、まあ、若干ですね、あのー、さっきの SNS とは違う内容ということで、えー、これとこれは同じ内容ですね。ほぼ同じ内容ですね。はい。一、え、月、ー、1月28日なんですがあ、これちょっと時間入れてませんが、まあ、これあのー、夕方からかな、行う予定になってるんですけど、 高畑町商工会山形県の方で SNS 実践というふうに書きました。まあ、あの、どっちかというと、もうちょっと詳しく聞かせてほしいというですね、まあ、続編になりまして、これが行われる予定になっています。1月28日ということで、この日はですね、結構長丁場でいろんなことを教えてほしいということになっているので、こちらもちょっと楽しみにしています。 はい。えー、そして1月29日ですね。はい。えー、新潟県ネットベース研究会ということで、今までは、あの、弊社主催でやってたので、えー、こちらは新潟開催だったんだけど、今年ちょっとまた、もう一回ズームでやろうかなと思ってますので、えー、2021年の予測っていうことなので、これはですね、えーと、弊社のですね、セミナー会員の方、 は、見ることができます。そして YouTube メンバーシップの上級コースですね。一番上のコースの方は参加できるようにしておこうかなと思っていますので、よかったらですね、申し込んでいただければと思っています。で、ちょっと値段の面も含めて、ちょっと改正も考えているので、あの、できれば早く <laughs> 申し込んだ方がお得かもしれないですね。で、2月ですね、こんな感じになっています。 とということで、まあ、ズーム、ズーム、ズームって本当にズームが多くなってきた感じなんですけど、ますます3月以降もです、ね、ズームが増えてくる可能性もありますが、一応こんな感じになっています。はいえー、ということで,です、ねあのー、またこう、ね、あのちょっとしこの緊急事態宣言が 出だからといって、コロナの数がどうこうなるわけじゃ多分ないと思いますけど、まあ結果的にですね、えー、少し落ち着いてくれて、えーさ、あの、まあ、あの春にもなってきますしね、落ち着いてきて、えー、あの、 また普通に戻ってくれればいいなと思うんですよね。特に、まあ、あのこあの今年はオリンピックも開かれる予定ですしね、無事に来年度4月以降はですね、無事にまた公演ができるような形になってくればいいかなと思ってるんですが、またですね、秋口以降どうなるかわからないので、まあ、そう考えるとですね、また zoom などを使った体制とかですね、まあ、オンラインのネットショップとか、えー ウェブセベビーナーとかですね、こういうことも考えなきゃいけないかなっていうふうに思っています。ということで、また大変な一年が始まりそうですが、皆さんよろしくお願いいたします。インスパイのことで明日。ありがとうございました。バイバイ。